倉庫倉庫は、有形の物品を保存、収納するための建造物である。ただし、業務、いわゆる貸し倉庫として営む場合は、建造物でないこともある。工術。伝統的な日本建築では、木造で作られることがほとんどだが、技術の発展とともに、火事や戦争、盗難対策に、上角建造技術を流用した土壁や漆喰による、 土蔵も建築されるようになった。基本的に倉庫として使われるが、住居、店舗、もしくはそのすべてを目的としたものも建設される。倉庫のことを、うわや、うわやということもあるが、これは倉庫を英語で、ということから、ウェアハウスの、ウェアがなまったとされている。なやは、家庭内もしくは農業や漁業で使う消耗品や、時期が来れば使うもの、脱穀機などと、 比較的利用頻度があるものを収めておく建物である。また、なやないを仕事場として使うこともある。当面使う、予定のないものや、雑多なものを保管しておく場所のことである。ガーデニングを施した庭に合わせたデザインの物置小屋は、ガーデンシェッドと呼ばれる。特に、事業として他人の物品を保存、収納する業種は、倉庫業と呼ばれ、倉庫業が持つ施設は、 営業倉庫ともいい、倉庫業法、第2条で次のような定義がされ、第3条で国土交通大臣の行う登録を受けなければならないと規定されている。倉庫業者の大きな機能は、倉庫という工場から出荷されたり輸入されたりした製品を小売店に輸送するまでの間一時的に保管しておく、物流における重要な中継点となる施設を持ち、 その施設のスペースと保管サービス、保管、二役、場合によっては仕分けや輸送などを他の会社に提供することである。また、スペースのみを他の会社に賃貸し、二役や運送はその会社が独自に行う、賢、太鼓という不動産業のような形態もある。特に港湾の保税地域などで、通関前の外国貨物である輸入品を保管する倉庫は、保税倉庫などと呼ばれている。 また、倉庫業法の規定では、建物や工作物、簡単な上屋などだけでなく、水面に木材を浮かべるような貯木場、往年の牙など、や、貨物やコンテナなどを望みするための地面、コンテナターミナルなど、も、倉庫とみなされている。物流と無関係な分野では、法律の規定などで、一定期間保管の必要のある、隠し帳簿などの書類を保管していることもある。 工術トランクルーム参照。立地場所としては、貿易港の周辺の埋め立て地、郊外の高速道路のインターチェンジの近くなど、港湾、空港、幹線道路、鉄道などへのアクセスが容易な場所に立地していることが多い。貨物の搬出入りのため、新しい倉庫の多くは、コンテナトレーラーやトラックをつけることのできるプラットフォームを備えている。 また、倉庫内で貨物を運ぶため、クレーン、ホイストクレーンや ISO 標準パレットに乗せた貨物を運ぶ、フォークリフトが用意されている。フォークリフトは、コンテナやトラックからの貨物の出し入れをするためにも、用いられる。フォークリフトが乗ることのできる、二役用大型エレベーターもある。扱う商品が細かい配送センターなどでは、全自動ラックを建物いっぱいに設置している場合もある。 収納する物品によってに分けられる。輸入食品などを消毒する、燻蒸庫を備えた倉庫や、危険品など物品によってはさらに防火や、防水対策などが強化された倉庫もある。もっとも現在、各企業は在庫の削減や、ジャストインタイム生産システム、ジー t トによる、リードタイムの軽減など、貨物の滞留時間をいかに減らし物流コストを、 下げるるかで頭を悩ませているサプライチェーンマネジメントなどロジスティクスの高度化により、倉庫は入ってきたものを何ヶ月も保管する場ではなく、海外や国内から原料が集められて工場に送られ、生産された商品が小売店に配送され販売されるまでの物流チェーンの一部となりつつあり、貨物の滞留時間も早い場合、数時間や数日以下にまで短くなってきている。 ここでは、倉庫は、各工場の要求に応じて搬入される原料を一時的に保管し、即時に各工場へ配送する拠点であり、また工場から配送されてくる商品を、小売店からの要求に応えて仕分けて、全国へ配送する拠点である。また、商品の梱包、包装、値札付けなど、商品をお店に出す形へ仕上げるための流通加工を行う場でもある。 倉庫にあるコンピュータなど情報機器は生産から販売までをつなぐ情報システムの一部として運用され、その情報システムは顧客企業が構築することもあれば、倉庫会社が代行して構築することもある。内部の貨物、商品や原料の位置はすべてシステムで把握されており、各貨物の配送が小売店や顧客本社などから指示されれば貨物はすぐにトラック待つプラットフォームへ。 送られる。1把握や2握に便利なように、情報システムと連動した建物台の自動ラックを備える倉庫もある。ラックに収められた商品は、情報システムの指示で、自動的にコンベアに送られ、梱包作業場や、トラックヤードへと直行する。倉庫業にとっては主たる、収益源だった、保管料が激減し苦しくなるが、逆に顧客の物流業務のアウトソーシングに伴い、 これまで顧客が自営していた物流業務を受注し全面的に代行して、それを新規の大きな収益源とすることもできる。この物流高度化の流れに応えられない、老朽化した倉庫は廃業してオフィスビルかマンションか駐車場になる場合が多い。現に日本国内の多くの倉庫業者の利益の源泉は、かつて川や運河沿い、 古い幹線道路沿いなどに持っていた倉庫を取り壊して作ったオフィスビルやマンション、ショッピングセンター等の経営による不動産賃貸業である。老舗の倉庫業者は地価の安い時代に買った多くの土地資産、いわゆる含み益を所有することから、その資産の有効活用の行方をめぐりしばしば株式公開買い付けによる企業買収の対象となる。欧米では多くの町で 公安地区や川沿いなどに老朽化して、廃墟と化した大型倉庫が大量に打ち捨てられており、警官やセキュリティ、防犯上の頭の痛い問題となっている。犯罪の温床となるほか、1980年代末には、イギリスなどでしばしば不法占拠された上、レーブパーティーの会場とされたこともあった。荒れた、旧港湾の再生のため、 欧米では配送庫群は様々に処理されてきた。取り壊されて、ウォーターフロント地区のビジネスセンターのオフィスビルの敷地となるか、あるいは倉庫の建物そのままで改修、リノベーションされて、美術館、博物館、庁舎なショッピングセンターとなって、ウォーターフロント地区に賑わいを生み出すか、ほとんど手を加えない状態で、大きなアパート券、アトリエ、ギャラリー、レストラン、クラブに改造され、 先端的な芸術地区を形成したりすることもある。今日高級ショッピング街として有名なニューヨークの双方地区は、元は廃業した繊維倉庫などのロフト、上層街、屋根裏部屋を芸術家がアトリエとして利用し、ギャラリーなど美術関係者が集積したことが発展の端緒である。しかし、日本の場合、倉庫を住居や商業施設に用途変更するには、 消防法や建築基準法の厳格な基準、窓、防火設備、耐震補強をクリアしなければならないという壁があるため、転用するには、かえって巨額の改造費用がかかるためなかなか実現しない。よって、スクラップビルドもしくは放置となり、安価で個性的な手法で、日本の倉庫街が再活性化する道は閉ざされている。ただし、箱建金森赤レンガ倉庫、 小樽、小樽運河レンガ倉庫街、横浜、横浜赤レンガ倉庫、金沢、石川県立歴史博物館、舞鶴、赤レンガ倉庫群、綾部、群瀬博物園神戸、神戸、神戸ハーバーランドレンガ倉庫レストラン街、姫路、姫路市立美術館、高松、北浜アリーなど、戦前の倉庫を要する港町などでは、それなりの予算をかけて、古建築の倉庫を保存、修復、 転用しした商業施設や博物館運営が行われ集客に成功している日本では昭和40.50年代より一般個人や企業を対象に倉庫のスペースの一部をトランクルームと名付けて貸す業態が登場した。骨董品、絵画などの美術品、スキー板、サーフボードや毛皮など季節限定の家財、引っ越しや 改築時の家財道具の一時的な保管場所のほか、企業の各種書類や帳簿、病院の古い X 線フィルムやカルテ、放送局などの撮影済み、放映済みフィルムの保管などのためのスペースとして販売している事業者も多い。こうした業者は注文に応じ顧客への配送サービスも行っている。都市周辺では多くの個人が一戸建てではなく、マンションに住み、収納スペースも少ないことから、 トランクルームへのニーズは高まっており、今後はトライクルームは富裕層向けから中間層までに客が広がることが期待できる。近年登場して各社から販売されている小型ユニット式の物置。基本的に広範性で、主に小建て住宅の屋外物置やガレージ、防災倉庫などに用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。